はい、ファイブスターの最終戦後楽園大会で、赤いベルトの王者白井伊代選手と試合するんですが、もう前回の大阪大会で負けてしまって、決勝には上がれないんですけど、ここはもうしっかり勝って絶対に勝利で終わりたいと思います。チカッパやったるたい。